おはよう、マジ。おはようございます。今日のコンディションは10分の6です。少し腹周りが疲労しています。昨日はですね、私の27歳の誕生日ということで郵便が届きまして、社長からですね、ネクタイのプレゼントです。何色のネクタイのプレゼントをしようか考えたけど、私の中には炎のイメージ、赤色しかありませんでした。燃える男、熱い男でいてくれることを期待しています。ありがとうございます。しゃ、今日も燃えるか。ちょっと今日は在宅ワークではなく、外に出ないといけない業務があるんで、電車を使いたくないのでマイカーで出勤しています。摂津、下新庄、江坂、あとは難波にちょっと、行く用事がありますので、合計3組のちょっとお会いするんで、ソーシャルディスタンス、距離を保ちながら慎重に業務を進めていきたいと思います。そこで急遽行った対策が、一角を開けての椅子の設置だったという。同じ家にも10人とか住んでいる。お疲れ様です。6時42分です。この時間にしてはかなり明るいですね。家に帰りますよ。今日はですね、3件制約することができました。しっかりスケジュールを組んで時間通りに動けたんで、短い時間でも3件制約できたのかなというふうに思います。今日はいい仕事をしました。卵買ってこいでね、走られてます。サマティン、よいしょ。分かってる。ママちゃん分かってるよ。いやー、今日もお疲れ様でした。明日はどんな一日になるのでしょうか。グッナイ。おはようございます。今日のコンディションは10分の4です。ハムストの筋肉痛が激しいです。ちょっと今日はトレーニングはオフにして、リカバリーに当てたいと思います。寝すぎました。やっちゃった。雨だ今日は。何舐めてんねんお前。あ、やばいね、箸やばいね。あ、えらいな、お座りしたん。お座り、あ、お座り。お、えらいな、マジ。今日はちょっと休みなんですけど、緊急性のある処理関係が多くて、ちょっと3時間だけ仕事します。帰ってきたな、よかったな。おうち、悪いことしたん。泥棒犬が、この泥棒犬が、
になるの。明日も在宅ワークなんでしっかり頑張ります。グッナイ。おはようございます。今日のコンディションは10分の6です。まだ筋疲労が残ってるんで、ちょっとストレッチに時間を当てたいと思います。今日も頑張ります。 It's crowdy OK?今日も在宅ワークやれることやってバチッといきます。お願いします。お願いします。大丈夫。ありがとうございます。しゃセカンドハーフ行ってきます。いや在宅終了です。今日もお疲れ様でした。ほとんど在宅で、休みの日も終日家の中にいるっていうような日々で、南向きだから本当に良かったものの、日当たりが悪い部屋だったら本当にえらいことになりますよね。うまそう。これですか。うまい。待て。青竹を踏め。そう、ハマチ、ほぐせ、足の裏。青竹を踏め。Love is over。楽な男だろう。ハマチ、メッシ。パンチングで。こんにちは、サンコンです。本日2020年4月18日がですね、私の27回目の誕生日ということで、産んでくれた母、そしてこれまで27年間、僕に携わってくださった全ての方にお礼を申し上げます。ありがとうございます。朝はですね、雨が降っていた天候だったのですが、もう今昼はもう快晴ということで、非常に気持ちのいい誕生日を迎えております。ありがとうございます。まずは本当に27歳、健康体で迎えられたこと、それに感謝いたします。昔のね、私の人生設計、あくまで小学校の時の、イメージなんですけど、27歳っていうのはもうスペインリーグで、億を稼いでます。今の現状としては、オフィスでもう物件資料を大量に送っているような、そういう生活になっております。ただですね、非常に、心身ともに健康で、幸せな日々を送っております。ありがとうございます。